全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、5番モコモコグレイ先頭に立ちます。2番手6番インパストミュー、8番モコガリレオ後位をキープ。内側4番ツイスコクワト、1馬身が相手12番アメリカンシスター。各馬1コーナーに入っていきます。内押さえて3番ノバユウイングス、その外16番サチエサクセス、少し差が開いて1番デビルイースター、少し差が開いて13番トップマーキュリー、18番アイタワー、内から2番イロコロウェーブ、後ろに11番アルエンジ。2コーナーを抜けて向こう正面、1馬身相手9番オウムタ、その外17番サイレンスしずく、それから14番1000メートルの通過タイムは1分0秒2。内押さえて10番サボテン、後ろに15番カントリースター、最後方は7番ソランの希望。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然モコモコグレイ、さらに6番インパストミュー、4番ツイストコアコ後位をキープ。続きまして8番モコガリレオ、少し差が開いて16番サチエサクセス、12番アメリカンシスター。各馬大欅の向こうを通過、内から3番ドバイウイングス、外から上がるのはアイタワー、13番トップマーキュリー、この辺りが中段。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。モコモコグレイわずかに先頭、若干リードはモコモコグレイ。400を切って先頭モコモコグレイ、その後インパストミュー、モコモコグレイ粘っている。先頭はモコモコグレイ、モコモコグレイ粘る。残り200を切りました。逃げる逃げるモコモコグレイ、インパストミュー追ってくるが厳しい展開。モコモコグレイ先頭、モコモコグレイ逃げ切ってゴール。勝ったのはモコモコグレイ、鞍上は戸崎啓太騎手。モコモコグレイブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着アメリカンシスター、3着インパストミュー、